日本三重県島市磯部町五地磯部町五地は三重県島市の大技。山間部に開けた小さな谷に位置し、平家の落ちうど伝説や円空仏、石積みを持つ住宅地など独特の文化を伝えている。2015年10月1日現在の面積は6.345078339平方キロメートル。島市及び磯部地域の北端に位置し、 戸橋や伊勢市と接する。二級河川、野川の上流山間地に開けた、小規模な過酷にあたり、農業地域である。島市都市計画区域外であり、島市の都市計画マスタープランでは、郊外居住地と位置づけられている。ご地の東部を国道167号と近鉄島線が通り、ご地駅がある。ご地の集落は2つに分かれており、 野川上流に位置する上地と地峠の南麓に位置する下地からなる。上地集落は標高60から80メートル台で2つの消火栓がある。下地集落は標高40から50メートル台で4つの消火栓の他2つの防火水槽、防災倉庫と防災行政無線が置かれている。上地と下地は完全に分離しており、 両集落を結ぶ島市道ご地線の前田橋と中山橋の区間は森林が続く。郵便ポストは上ご地と下ご地にそれぞれ一つずつ設置されている。住民の姓は瀬古と大杉が多く、1960年代のご地の全古の約半数がこの2姓で占められていた。北は、戸橋河内町、白木町、東は、島市磯部町を靴掛け、南は、 島市磯部町襟原、西は伊勢市宇治間町と接する。五地峠は、鳥橋白木町と島市磯部町五地を結ぶ峠で、国道167号が通っている。標高は100メートルで、五地越しとも称する。五地峠の名は、磯部町五地に由来する。水文学的には、伊勢湾と、伊蔵の裏の分水嶺であり、交通上の用地でもある。 直接ご地峠の名は出てこないものの、平安時代の演技表部式に鴨モと磯部に駅場が4頭ずつ配置されていたことが記されており、鴨と磯部を結ぶ、経路上にご地峠があったと考えられる。御地では、弥生時代の石符1点と、高石2点が農作業中の地元住民に発見され、地区内の副樹寺に収められている。また現物は発見者によって処分されてしまったものの、 素焼きの土器や火打ち石も見つかっている。郷土の伝承では、樹影の乱を打ち伸びた兵士の一族はごちで余生を送り、子孫を残したとされる。こちは、上野号の一部であったと考えられており、内宮古領寒期の調教を3年6月の宇治平乱に関する記述の中に、こちとして現れるのが文献上の書室である。 下野号の南市所蔵文書の天文二23年12月19日付の記事にもごちとして言及されている。同文書の同日付記事には上野号も記載されている。近世には島国東市軍磯部組に属し、ごち村として鳥羽藩の配下にあった。村高は江戸時代を通して266国余りであった。小生物として夫舞、 山年具としての銀450文目、山もも、真っ向があった。川では、ホッケやアを取っていたという。村内には、神社が三社と寺院が二次あった。江戸時代の島国の人々は、伊勢国山田へ、日用雑貨の買い出しに行く際にごち峠か、襟原村の大阪峠を利用していた。また、遠方2年には、島地方から浅間が竹へ登る途中で、 円空がごうち村に立ち寄り、円空仏を残した。また慶応4年の賭場藩の考察が残っている。1875年、ごうち学校が開校した。近代以降は、大技として存続している。1929年7月23日、島電気鉄道の開業と同時にごち駅が開業した。諸説ある。ごち如来に由来する。ただしごちにある福寿寺の本尊は、 聖観世音菩薩であり、ごち如来ではない。一説に、浅間が竹の金剛障子へ向かう参道にある小森堂で、ごち如来像を安置していたことにちなむという、空間地がご価値になり、かが欠落したご地からご地に変化した。川内が点火してご地となり、ご地の字が開けられた。ご地の小技に、北河内、中ご地上河内など、 河内を含むものがあることが傍傷となっている。1746年以降の人口の推移。なお、2005年以後は、国勢調査による推移。1746年以降の世帯数の推移。なお、2005年以後は、国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。磯部町ごうには百六十七年に休校するまで、 磯部小学校のご知文校があった。また1875年から1883年まではご知学校、1903年から1911年まではご知人上小学校という独立した学校であった。2015年の国勢調査による15歳以上の就業者数は72人で、産業別では多い順に農業、医療、福祉、卸売業、 小売業、製造業、宿泊業、飲食サービス業となっている。2014年の経済センサスによると、磯部町ご地の全事業所数は1事業所のみで、従業者数は1人である。2015年の農林業センサスによると、農林業経営体数は9経営体、農家数は14個、高地面積は他が19ヘクタール、10円地が2ヘクタール。 畑が1ヘクタールである。ご地の特産品として、柑橘類があり、2004年時点で3軒の農家が、伊勢島総合地方を卸売市場へ、ご地みかんの名で出荷していた。みかんの他に柿の生産も行っている。福寿寺ご地には、平家の落ち伝説が語り継がれており、 平家の子孫が今なお暮らしているとされる。ご地に伝わる伝承では、樹衛の乱を落ち延びた兵士のうち、伊勢国渡来軍の勝負池にたどり着いた一行が、さらに山を越えてご地へやってきて、余生を過ごしたという。この伝説を裏付けるものとして、平家の赤旗、またはご地の赤旗と呼ばれる旗が二流残されており、福寿寺で保存している。平家の赤旗以外にも、 影に火に伝説を裏付ける事象がゴ地にある。平家は熊野三山を崇拝していたが、ゴ地では磯部神社に合祀されるまで、新宮熊野神社、本宮熊野神社、権現熊野神社の三社を祭り、それぞれ熊野早玉大社、熊野本宮大社、熊野那智大社から誕生したとされる。また他の平家の落ちう伝説を有する地域が、五花所や五花など、 五家という地名を持っており、五地という地名もごかちごちごちと変化したという説がある。島市内では他に、磯部町檜山でも、平家のお中土伝説を残しており、檜山では、伝説の裏付けとして、五地と同じ、小屋の谷天白の森という地名があることを傍聴としている。平家との関連は不明ながら、一定の年齢に達した男子が、えぼし親を選び、 玄伏の儀式で烏星親に加管してもらうという風習がごちに存在した。薬師堂堂の傍らに六字像と高神像がある。上ごち集落の薬師堂には僧侶であり仏師であった円空が掘った薬師三尊像がある。像は杉材でできており、中央の薬師如来像は高さ109.5センチメートル、両脇に控える脇地は89.5センチメートルである。 円空が制作した伊勢島に残る作品の中で代表作の一つに挙げられ、円空の全作品の中でも傑作の一つとされる。円空研究者の間では著名な仏像で、哲学者の梅原武も見学に訪れ、色紙を残している。1994年11月29日に木造薬師如来立像及び両脇自立像の名称で、 島市の有形文化財に指定された。薬師如来像は薬庫を両手で持った立像で体と顔の向きが微妙にずれており、体を正面に向けると顔がやや右向きになる。左脇地は日光菩薩で横長の眉と目で両足先を掘り出し、右脇地は月光菩薩でザラメの目鼻立ちで両足先を掘り出していない。三つの像でそれぞれ調和を取りずつ、 それぞれの像で個性が出ているのが特色である。円空とご地の住民の間に、どのような交流があったかは不明であるが、磯部調子編纂委員を務めた中西哲夫は、円空がしばらく薬師堂に滞在している間に、村人が米や野菜を差し入れ、そのお礼に、円空が薬師さん尊像を作ったのではないかと推測している。薬師堂は、 上植地の集落を見下ろすような位置にあるが、元は上植地の中ほどにあり、明治の末頃に移転したとされる。薬師堂の内部は4畳半ほどで、中央にあるガラス戸の奥に円空仏がある。円空仏は上植地の各見合いが所有、管理している。下後地集落に見られる石垣。後地の集落は、 自然石を積んで平野石垣とした独特の住宅地を形成している。また田んぼの周囲は石で築かれた石垣で取り囲まれ特徴的な風景を作っている。この石積みは職人が積んだものだけでなく特に専門の技術を持たない地元住民が自らの山や畑から何日もかけて運び出して積んだものもあり。 少なくとも1935年頃には、上ご地で石積みを作っていたという目撃証言がある。2018年現在は特に文化財指定を受けていないが、島市当局は、石積みの残るご地の景観を保全し、交流に活用する方針である。ご地駅近鉄島線が、ご地の東部を通り、ご地駅が置かれている。単線時代は行き違い設備があったが、1993年5月に、 ゴチ上野号館、同年9月にゴチカモ館が複線化したため、廃止された。近鉄が2015年11月10日に行った調査では、ゴチ駅の1日の乗降人員は20人であった。2018年現在、磯部町ゴ地には、磯部地域予約運行型バス、ハッスル号が乗り入れ、ゴ地とゴ地の2つのバス停がある。上越農家組合。ありがとうございます。